ツデイ。ウルツデイ。さて今日は新薬食たくさん入った三つどもえ闇鍋逆村をやってくよ。新薬食はギャンブル供給日の狐光の使と闇の化身だみょん。光の使って強いの来たことないから市民陣営は嫌だなって。なんで独裁なんて来るんだよ。自分で部屋作っといて何言ってるのさ。ちょっと待て、どうしたの。なんで光の使と逃亡者なんだよ。罠師とかにしてくれよ。まあまあ闇の化身なんてただの人狼だよ。いつもと変わらないね。よろしくお願いします。よろしく。フランク最高、動画共振者把握。いつもならルールタイムはカットなんだけど、新役職がわからない人や構成が普通の逆村と違うから、説明や書き方などをのんびり話したよ。音楽好きだからあんまり早送りはしたくないんだけど、今回はあんまりカットしたくないからほぼ 1.5 倍速だみょん。村の玉は独裁魔女に初わら猫またって狐道連れできるの？調べてこよう。ふむふむ、補足が増えてて狐は道連れできないみょん。うわぁきっついなぁ。狐は賢者の占い独裁魔女わらの道連れで、狼2匹もやっつけないとだから。玉足りる？妖術師は狐を占っても解かせないからねぇ。ん？マジで狐は村がやっつけないとダメなのね。賢者頼むお願い。遠回しに賢者釣るなって言ってますな。もちろん村は大事だからね。の個性、賢者の個性。地上は逃亡者の話もしてるね。逃亡はね、勝てないよ。勝利条件が市民陣営が勝って自分も生存してなければならない。前そんなこと忘れてて命軽いと思って動いたら速攻釣られたわ。普段の逆村で見かけない役職だからね。今はほとんど光の人闇の化身銀色の光を入れた逆村を建ててるみょん。光の人は市民陣営からランダム、闇は人狼陣営、銀はその他から。闇の化身はほぼ狼が来るよ。なんか全体の人数によって狼の数が決まってるらしい。15人部屋だと狼は2人らしく、全然人狼陣営の新役職を楽しめてない。なので無理やりギャンブル卿を入れたけど貯めてる暇なんてないよ。光の人はね、暗殺の代わりなんだけど、ほぼ弱くなる。この構成だと市民と逃亡にしかまだなってないかな。女王にもなるし、怪盗にもなるし、圧政職者もあったかな。ほぼほぼ暗殺より強くなることはないね。罠師ぐらいかな。村同士殺し合いすることない。この構成だと狩人がいないから護衛被ることないもんね。ローラも悩んでるね。村か狐釣らないときついからね。黒側も狐入りサイコ潜伏面白そうって話からフランクに今から潜伏するように言ってるニック。カーネルサンダースしよう。待ち時間長かったけどのほほんとした部屋で楽しかった。指定するね。貫通するかしないかはローラの気分次第。気分次第把握。ドキドキして何も話せない。マイク指定黒猫しよう。よしつろう。多分村だよ。マイク貫通だね。変身するな変身するな。したよ。ってあれ、逃亡じゃん。逃亡ならどうぞどうぞ釣ってやってくださいな。頼む。同じ市民陣営なのに冷たい独裁だな。他の村なら助けても逃亡は助けません。へへへ。さっさと釣っておくれ。お願いで。無理や。普通に独裁として会話してるやん。いやね、一瞬助けようかと思ったけど、どうせ明日釣られるんだから仕方ないかなって。フランクに逃げます。フランクに逃げるらしい。まあローラ次第だから。どうしよう。スケ最後のって書きたかったのかな。延長をしたけど釣られるやろうな。かわいそうだと思わない？つけるよりマイク釣った方がいいよね。黒川釣るより。
そりゃもちろん。逆の立場になって考えて。マイクさらば。ニッコニコやな。両親に逃げて毒殺されたら同時に死ぬの。ああわかんないや、検証しよう。指定から逃亡できてない時点でマイクは逃亡者じゃないよ。ごめんね。村が貫通をしてるだろ、許さねえ。バレてる。なんか和やかな村だな。本当に来てくれたみんなありがとうね。ロビに逃げたい。来るんじゃねえ。村が村すかすんじゃないよ。ってこの時ウプ主は本気で思ってましたとさ。独裁は嫌だけど勝つ気は満々だからな。エマに逃げるけど返しある？マイク独裁呼びたいなら呼んでどうぞ。こりゃ逃亡の独裁化するな。エマは可愛いけどマイクは好みじゃない。パワーワード、逃亡の独裁化はなしだよ。独裁来ないのか？来るか。大丈夫？独裁透けてない？30秒前。頼むって。絶対に出ない。みんなマイクに優しいね。ギャンブル教逃走しないだろうからランダムになるんじゃね。貯めるかねー。10秒前。黒マイク村ローが逃走。さらばだマイク。喜ぶな。8マイク逃走だったかな。こらこらローラでしょ。チェじゃないでしょ、まったく。はいはい、ちゃんとローラ投票しますよ。なんで渋々やねん。30秒前。さよならマイク、君のことは忘れないよ、多分。とりあえずログは見るけど明日は出る気ないんだよね。じゃあいつ出るの？飽和を防ぐためにも4日目が無難かな。飽和の説明を書いてたけど難しいよん。狼の勝利条件は人狼の人数と市民カウントの人数が同じこと。狐は市民カウントではないんだよん。だから残り5人で狼にと狐が残ってたら狐の勝ちになるんだよね。いつもより早く終わりが来るから気をつけないといけない。そういえばアプデで夜の時間が今までの30秒、45秒、60秒にプラス90秒、120秒が追加されたみょん。これメアリーは村だな、思考が同じだ。夜の時間長くなってどう？うん、ゆっくり見れてとってもいいや。じゃあ120秒にしないの？独裁以外はそんなにいらないと思うよ。赤茶だと時間余ってたからね。それは投票中にも話せるようになったからだね。ローラに弾使ったのか。ソフィア。ソフィアねえ。一応ログ見とくか。まあ今日は最骨立っしょ。妖術が狐見つけてない限りね。みんなスタンプ可愛いね。フェイ以外買わないの？欲しいけどフェイが可愛すぎて他に欲しいキャラないんよね。何もないので粛々と最骨立。さすがに明日は出ないといけないからな。何もすかさずにキツネだけ釣りたい。10秒前。エマは黒川かな、殺意がすごい。
ーマスかな、トーマスツルかな。カミラも黒川っぽいんよな。ハローは爆破させるあたり。ハローは開くね。ミカ三死体か。クリス妖術師よ、キツネ見つけてくれた。トーマス魔女、正直魔女とかどうでもいい、知りたいのはキツネだ。考えられる三死体の内訳は、神キツネ、神魔女、ブッパ猫、また神魔女、ブッパ猫、また神キツネ、神のどれかだね。今トーマスが魔女仕様クリスにあと一つの結果を聞いてる。前日はご主人見た。さて出るか。ロジ独裁カミラ剣道クリス魔女仕様、メアリー賢者仕様、トーマス剣道仕様。トーマスはなんだ。ラスール回避ってことやろ。昨日温玉キツネ多分溶けてる。メアリー賢者見てるからキツネは溶けてないはず。溶ける盤面ないね。この結果はまあ神奥しかない。魔女温玉かあるのか。そんなこと、昨日猫踏み呪殺の線は切るわ。キツネと狼が一家に、トーマスが2いるのにラスール回避してる可能性も。クリスの囲いってことね。うどん、おどん、キツネ勝ちのこと。へえ、知らなかった。クリスは自分が温玉だからキツネ呪殺された読みで出てきた。すみません。いや怒ってないけどごめんね。この後は独り言を言いながら死体推理と狼の数推理。この間にカミラが剣道使用、ラスール主張。この時は独裁がキツネ、釣り魔女がラスール、カミラ打ちしか思いついてなかったんだけど、これ夜来たらメアリーが溶かせるよな。ということはだな、できるだけメアリーが占う選択肢を減らせればいいんじゃね。今使用してないのはギルショーンサンドラ。ここにわら人形が必ずいるね。だったらさ、わらつって道連れしてもらったらメアリーが占うとこ減るよね。魔女温玉にかけるのね。よし、今さらだけどフルオだ。カミングアウト、カミングアウト。ビルとショーンがわら使用、芯を釣らないといけない。ビルかショーン。ビルだな。ビル釣り魔女、カミラ、メアリー、残り占い。よっしゃ、いけー。メアリー、クリス、死んであれ。ビル、死んであれー。来い。来い。来てくれー。ショーンね。頼む、キツネ溶けてくれー。頼む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 。ロビ神。オークリス魔女。あと一死体来い。来い。来てくれー。あー。
トーマスが狐だったんだね。読み当たってたんじゃんか。自分を信じないからだ。ありました、ありました。いやでも楽しすぎた。ちゃんと賢者魔女神見たし、藁も神釣った。悔いはない。